皆様こんばんばは本日は新外交イニシアティブ訪米報告会米国に声を伝える沖縄訪米団による訪米行動を終えてにお越しくださいまして誠にありがとうございます本日の司会を務めさせていただきます ND スタッフの野添美樹と申しますよろしくお願いいたします <laughs> え本日は糸数恵子参議院議員 それから、猿田サヨ事務局長の順にそれぞれ40分程度、今回の訪米の報告をしていただいた後残りの15分程度を質疑応答の時間といたします。質疑応答は質問用紙にご記入いただいたご意見、ご質問をもとに進めていきたいと思いますので、お手元の質問用紙にご記入をお願いいたします。6時40分頃よりりスタッフが回収に参まますまず私から 簡単に ND の団体紹介と、今回の訪米行動の概要をご説明させていただきます。新外交イニシアティブ、通称 ND とは、日米・東アジア各国の外交について、情報発信や政策提言を行い、また、各国の議会に直接声を運ぶ活動をしているシンクタンクです。東京とワシントンを中心に、数年の準備期間を得ながら、 2013 2 11年年8 8月月日に設設立立されこの8月で設立2周年を迎えます主な活動として今回の沖縄訪米団や昨年5月の南に進む名護市長の訪米コーディネート映画監督のオリバー・ストーン氏や民間中国大使を務められた丹羽一郎氏などを招いてのシンポジウム米軍基地問題や憲法領土問題や歴史認識問題に関する研究会そして 米国が日本の原子力政策に与える影響の研究や日米地位協定に関する調査研究活動を行ってきました原子力政策に関する調査・研究については今年6月5日から約1週間ワシントン・ボストンで行った訪米調査の報告会を7月31日に開催いたしますお配りした配布資料の中に暫定版のチラシを同封しておりますのでぜひ皆様ご参加ください さて、今年5月末から6月にかけ、尾長武志沖縄県知事と沖縄訪米団による訪米行動が行われました。今回の沖縄訪米は、沖縄県が企画する尾長知事の訪米団と随行する名護市長、また ND が企画動向を担当する糸数慶子参議院議員、那覇市長、読谷村長、沖縄県議4名、那覇市議5名、沖縄経済界の方々、他の訪米団からなり、 総勢30人以上の大訪米団となりましたワシントンでの活動はおとして6月1日から3日の3日間でした ND からは事務局長サルタサヨ沖縄スタッフ徳森リマン、ワシントンスタッフ松崎他ボランティアスタッフ数名で現地動向を行いましたこの訪米にあたっては本日会場にお越しくださっている方々をはじめ多くの皆様にご支援ご協力いただきました 皆様誠にありがとうございましたワシン,トンでのワシントンでの活動では、米連邦議会の軍事委員会、外交委員会、歳出委員会のメンバーを中心とした下院議員15名、上院補佐官6名、下院補佐官23名、またブルッキングス研究所でのラウンドテーブルを含むシンクタンク等との10件との面談を行いました。 日本の国会議員が訪米しても議員本人には簡単には会えないという現実の中議員本人との面談が15人入ったというこの数字は驚異的,驚異的ともいえ訪米団の皆様からも同行の記者からも ND の取り込みについて温かい声をかけていただきました本日これらの公程を終え帰国,した帰国したばかりの糸数恵子参議院議員と猿田沙代 ND 事務局長の2名が訪米報告を行います 今回行った在中米軍基地問題についての米関係者に対する働きかけとその反応今後の課題などもお話しいたします私から今日の登壇者の2名を簡単にご紹介させていただきます糸勝恵子議員は読谷高校卒業後バスガイドに就かれ平和ガイドの先駆けとなられます1992年の県会議員選挙で当選され3期連続で県会議員を務められた後 2004年7月の参議院議院員選選挙でで初当選し現在3期目でおられます沖縄社会大衆党の委員長で国会内では外交防衛委員会の委員を務めていらっしゃいます平和環境教育女性問題を柱に活動を続けておられます著書に「命の声女性環境平和」の視点からまた「沖縄にカジノは必要か」「沖縄平和への道」 沖縄戦と平和ガイド、沖縄の風よ、かれ、などがあります。続いて、弁護士のサルタ・サヨ ND 事務局長です。日本・アメリカでの弁護士資格を持ち、自らワシントンにてロビーングを行うほか、沖縄をはじめとする日本の国会議員等の訪米行動を企画・実施しており、今年6月の沖縄訪米団のほか、2014 2012 4 0 1 2年14年の2度の南ミネス、 南に進む名護市長の訪米行動の企画運営を担当し、米議員、米政府との面談設定のほか、米シンクタンクでのシンポジウム、米,米国連邦,議会に連邦議会における院内集会等を開催しております。 敗退具数、幼虫が涙。お分かりになる方も数名いらっしゃると思います。けど皆様こんにちは。と沖縄の言葉であのご挨拶をさせていただきました。えー、稲嶺恵子ならぬ糸数稽古でございます。<laughs> よろしくお願いしたいと思います。えー、まあ、あのどうぞ気を楽にと言いましょうか。か <laughs> 私の方があの気を使ってしまいましたが、実はあの皆様に。 ごこれからそうですね約30分あるいは35分くらいの時間しか私に与えられておりませんので多分早口で、えー、パッパッとあの紹介するかと思うんですがあのこの訪米報告と同時にですね今沖縄で起こっている問題で、えー、沖縄で起こっているというよりかもう永田町で起こっている沖縄を巻き込んだ問題というのは もう連日報道されておりますように、えー、まさにこの訪米の中身ともかなりあの重なるところですつまり沖縄の基地問題を私たちは普天間のこの閉鎖返還を望むわけですけどでもそうではなくて改めてこの沖縄のジュゴンの住むきれいな海に、えー、基地を作らせたいという、まあ、そういう勢力ももちろんあるわけですから。 そののせめぎ合いの中で、沖縄のマスコミまであの巻き込まれていろいろ大変な思いをしているというのがあの現実ですでも連日連夜いろんなところで集まりがあってあの沖縄の新聞記者さんも大変だと思いますけれども、えー、私たちはやっぱり沖縄の県民のこの生の声を県民の思いをもうそれこそ変更と言われようがどうしようが。 まあ、沖縄の声を県民に忠実に伝えているこういう、えー、沖縄タイムス琉球新報という素晴らしいそのにし県紙があるということを大変あの誇りに思いつつまた戦っていかなければいけないなというあのそんな、えー、毎日でありますではい拍手を大きくお願いしたいと思います <laughs> なんかチラチラと聞こえましたけれども。<laughs> あのそれで冒頭に後でですねもう訪米報告で終わってしまいそうなのでえ冒頭でまずあの申し上げたいのはもうすぐ終わりますのであの訪米とは関係ないじゃないかといわれるかもしれませんがまあ今あの本当に問題になってるこの普天間の基地がまさに田んぼばっかりある場所にというあの百田さんの間違ったこの捉え方が全然違いますよという意味でも これはもう沖縄の人なら知ってるんですけどでも沖縄の人であの知っていてもあえてえ知らないふりをしてえあのヤクザさんたちのあの勉強会で <laughs> 出たような状況をそうだよっていう人もいることは事実なんですねでも紛れもなく普天間は集落があってそしてえ戦争中に米軍がしきならして作った飛行場であり しかもその飛行場がアメリカの環境基準に合ってないという飛行場なんですねですからこの飛行場の成り立ちを見て一番危険に感じるのは他でもないアメリカなんですですからアメリカのラムズフェルドさんがえ長官の時にあのまあ沖縄ヘリでご覧になって「こんな世界一危険な普天間の飛行場」と表現したのはされたのは ラムズヘルドさんなんなですね「世界一危険」なんていう言葉は私たちが最初に使った言葉ではなくてアメリカがこういう環境基準にも満たないそんな場所に普天間の飛行場をこういうふうにして戦後ずっと置いているもしあの沖縄国際大学でヘリが墜落しましたけれどもあれは本当に奇跡としか言いようがないぐらい死者一人も出ませんでしたけれども、まあ、一番 紐をつぶしたのは米軍だと思うんですねで、えー、戦争前があのこれもう津波木があって本当に集落があってこんな場所なんですよですから今でもあの1年に1回は基地の中にここの地域の方々があの入れるのは、まあ、堂々とといいましょうか <laughs> 入っていけるのは沖縄で生命祭。 方言で言うとまあ沖縄の言葉で言うと「四4月のその「生命の子」と言いましょうか「生命祭」にはお墓がこの基地の中にありますのでせめてもの1年に1回ぐらいあのお墓行きたいということでしかもそこでは普通はあの亡くなった方に対してはまあ普通の常識でしたらお線香焚きますよねお花を飾ったりお茶やお水をやったりしても沖縄は特にそうですけど。 あの黒っぽい平たいお線香を炊いて普通の民間地域にあるお墓でしたらもう必ずお香を炊くんですけどここでは炊けないんですよ。ですから入り口で必ずチェックするのはえライター持ってないでしょうねということですね。マッチは持って入っちゃいけませんよ。ということなんですよ。つまりここでお墓をまあそのお掃除をするために出かけていってもですねもうそれこそ。 夏期厳禁なんです日に関わるものは全部募集されるんですね。まあそんなところですからえどこが田んぼっていう感じの場所なんですけどこれあの今宜野湾市役所でもあの戦前の宜野湾市の状況をこう誤解されても間違ってこう紹介されても困るということで今あの現実で現実には展示をして当時はどうだったかって戦前のこの地域をですねちゃんと 若い人にも見てもらいましょうということで、えー、ギドマン市内外の方々が来て確認をしているということです。あの改めてこれを忘れちゃいけないと思いまして今日持ちま持ってまいりましたので <laughs> ぜひ、えー、皆さんはまあご回ないと思いますけれどもあのとりあえずご紹介したいと思います。えっとそれではあの映像を、えー、出してはいいただきながらお願いしたいと思います。 あの先ほどご紹介がありましたように私たちはまず女川知事が誕生してから初めての訪米でした今年の5月の27日はまずハワイですが私はあのワシントンの方から同行しておりますのでこれはあのワシントン DC の一応このまあ映像になっておりますけど5月のですね27日から3 0日 1>, 1日にはあの知事はワシントンに入っておりますのでそこで合流をして、まあ、あの具体的な行動というのはあの6月の1日から始まりますけどこれ6月1日ですがその前はあのワシントンにいらっしゃるあるいはお隣のニューヨークからおいでになった方もいますが沖縄の県人会の有志の方々があのご一緒に歓迎をしていただきまして、えー、この映像は出 <laughs> ませんでしょうか。 この前に確かにあるかと思うんですけど、その次でしょうか。えっと、あ、それではまああの先ほどもはいはいあの紹介されましたけれども改めて、えー、紹介したいと思います。あの具体的にはあのこういうふうにして、えー、議員の方々とお会いするときには、えー、こちらはあの稲宮市長もあの一緒になって、えー、言っておりますが、まずあのこの辺野古の基地をまあ、作るというのは。 名護市長の公約とは全く逆でありますから名護市長は稲根市長日記当選しておりますけどあの公約に掲げたのは辺野古には新しい基地は作らせないつまり名護市の海にも陸地にもあの基地は作らせないということで言っておりまして紹介にもありましたようにあの当選をされて、えー、すぐあの訪米されまして、まあ、今度あの知事と一緒には2度目の訪米になりますが。 向かって右の方の,あのおかけになってちょうど今説明をしていらっしゃるのがあの稲見市長であります、えー、そして、えー、横にはあの私も座っておりますけれどもちょっとあのこれまでのです、ね、私たち沖縄県から訪米するときに大体その知事であってもそれから議員団であってもあの訪米といったら知事が革新の知事であるか。 あるいは保守の方から選ばれた知事であるかということであのそのことは迎えてくださるあのアメリカの方々もまあ私はえまあ超党派で選ばれている <laughs> あの国会議員でありますけど普通あの政党に属していたら立場というのがまあ保守と革新党にすぐ分けられてしまうんですよねでもあのお分かりの通り女長知事はあのそうではなくて本当に保守側の立場にこれまで立ってきたけれども。 で日米安保条約も認めるしえそういう立場であっても訪米をして新基地は作らせないというふうに言っているのはやはりこれは、まあ、ずっと知事がおっしゃっているようにイデオロギーよりもアイデンティティというように70年間もずっと保守・隠しに分かれて沖縄の人同士が争っていてはどうしようもないからやっぱり次の世代に新しい基地は作らせないいらないよということを伝えるためには どうしても県民が一つにまとまっていかなければいけないということで中井町知事にまあ10万票という差をつけて当選した方ですので私たちの今回の訪米はこれまでとは違いますよということをまずあの稲峰市長も冒頭におっしゃっています私たちもどんなところでもそれは言いましたなぜかと言いますと私たちは決して反米ではないんですね反基地。 はっきりとそのことは確認しながらこうやってスピーチをしましたそして名護市長が一生懸命お伝えしておりますのはやっぱり日本政府もそれからアメリカの政府筋も新基地とは言わないんですね必ず移説って言いますねですからこの移説ではないんですよということをですねしっかりと伝えるためにも やはり私たちの,その生の声をあのしっかりとこう聞いてもらうためにはまず訪米団の中身といいますか今までとは全然違う訪米団で県民の8割に支持されている県知事が来ましたよということであの冒頭に話をあの始めております。最初の タンがあのデビン・ニューネス下院議員でこれはあの共和党でカリフォルニアの出身の方でありますけれどもこのニューネス氏は会議の中でこの沖縄の人たちを抱く差別的な感情を別として、えー、軍事的な位置はその沖縄は必要だっておっしゃいます基地を置かないと中国とアジア全体を支配する、えー、中国がそのアジア全体を支配するというふうにあの中国の、えー、脅威論を持ち出しておりましたけれども。 まあ、驚きましたのは私たちがこの日本で聞いているいわゆるこの日本政府の言い方ですね辺野古以外に選択肢はないというような表現をされますもうびっくりしたのはやっぱりこれは外務省の方からアメリカにも私たちが行く前にもうすでにこの話が言っててあのすり込まれた表現で私たちに対応する。 これはもう上院議員であれ下院議員であれそれからえその議員のスタッフであれみんなハンをしたように必ずそういう言葉が出てきます。で2つ目には何というか対案を出しなさいということなんですよね2つ目にはえ。なぜかと言いますとやっぱりこの辺野古がだめだって言うんだったらじゃあ皆さんは。 どこがいいんですすすか対案をを出すのが当然ででししょいいう言い方をしますでも私たちは私たちが本当に手を挙げてここに基地を置いてくださいというふうにしてこの基地を誘致したわけではありませんから私たちが別の場所にこの基地を対案を出していくということは言えませんそして言いませんでももちろんあの一部の今沖縄でもそうですし本土でもそうですけど もう70年も沖縄のこの0.6%の,、えー、の面積の中に日本のまあ74%の米軍の基地を押し付けていくというのはこれはもうおかしいのでやはり安保条約が必要というのであればこれはもう日本全国で等しく負担をするべきではないかという答えももちろんあのいろんなところで私たちは聞きます。 県外説というのはそういうふうな意味なんだよともういつまであの本土の皆さんが沖縄に甘えるんですかということもありますけれども私はやはりアメリカの基地ですからアメリカに持って帰ってほしい私個人はそのような立場でおります対案を私たちが、えー、示すということは私個人ではあのおかしいというふうにあの思いました。えー、それから え次にですねマーク・タカの、まあこの方は下院、えー、議員ですけれどもこの方はあの、まあ、日系の方ですいろいろですね沖縄の基地の状況をあの細かく説明してもやっぱりわからない方が随分いらっしゃいましたそれであのかなり細かくお話をしたんですけれども、まあ、そういうあの以前にもその辺野の古の基地を見たけれどもあの海をその埋め立てて滑走路を作ることは理解しがたいということも もちろんあの議員の方からの、えー、話もありましたがでもあの実際に力を持っている議員を紹介するのでまたそこに行ってくださいということも実は同じその議員の方から言われまして具体的にハワイ選出の議員に会った方がいいですよということも、えー、サジェッションをしていましたでも私はこれまでに、えー、何度もアメリカ行ってますけれどもハワイの方に申し上げましても例えば州知事が変わった時に 今は伊芸州知事、沖縄県のいわゆる賛成の方なんですけれどもあの、この方もやっぱりこれは国で決めることで、ハワイ州の方からあの州が引き取りますよということはもう言えませんって、あのはっきりおっしゃっていますので、そのことはあのハワイの選出の国会議員に行っても、同じようなことをおっしゃいます、まあ、これまでもあの明治弘野さんにもお会いしましたし、まあ、そんなふうなあの答えなんですね。 でそれからスティーブ・ウォーマック下院議員、えー、この方にもあのいろいろお話をいたしましたやはりあのマリアナ諸島テニアンを含むその同じ問題を抱えているので沖縄の人たちの気持ちはよく分かりますよってあのおっしゃいますけれどもだからといって同じような悩みも抱えているけれども沖縄の基地をどうするかということは自分たちにははっきりこのことに関してはあの答えは出せないって言われました。でもあのやはり 女性に対する性暴力の問題だとか基地を抱えていれば騒音の問題だとか環境が汚染されているっていうこともいろいろあるのでこの辺りはちょっとあの、まあ、一概には沖縄と全く同じ立場に立って、えー、この新しい基地は作らせませんということではまあ自分の思いというのは皆さんには残念ですけど伝えられませんっていうふうにはっきりあのおっしゃっていらっしゃいました。 それからあのちょっとと次に参りたいと思い思ます、えー、これはあのジェームス・インフォヘ議員の,その補佐官ですけれどもやはり私たちが今回の行きました最大のポイントはアメリカの下院の方で国防権限法の中に辺野古が唯一というふうにもう書かれていてそれが下院ではあの。 もう通過してるんでですね国防権限法で、えー、5月ですがですけど私たちが今度あの行きましたのはこれからあの上院の方でまあこのことがあの実際に審議される場合には沖縄の私たちの立場としては先ほども申し上げましたようにまあ今回はあの県知事もご一緒ですしそして県議会議員も国会議員もいますしそれから沖縄の経済界からも。 あの来てますし環境問題の専門家の方々も来てますのでそういうもろもろの県民の声からすればまさにこの国防権限法に辺野古が唯一というふうにこの書かれているあの会員から上院に行った場合にはこれをぜひ削っていただきたいというふうに強く申し上げましたでもこれは自分たちでそういうことをまあこれからその審議していくけれども。 あの全く無視した状態で通してしまうのかあるいはこのことを取り出して議論するかというとそれはままたた違うっていうこといこをははっきり言われましたそれしそ当然だと思います私たちは沖縄代表してこうやって言っているのは日本政府が沖縄の現実を知事が変わった国会議員があの衆議院で1区から4区まで辺野古に新しい基地は作らせないという。 衆議議院の員員が全員当選をしたそして名護市長が2期当選をした名護市議会が圧倒的に与党多数であるというこの状況からするといわゆる県民の民意というのがちゃんとそこに表れているのじゃないかでもその民意を日本政府は汲み取らずにオバマ大統領と、まあ、安倍首相がお会いしていますけれどもこのことを 話題にしてませんよねでしかもその2プラス2では同じようにまた辺野古唯一ということをあの書いてるわけでつまり私たち沖縄県民が望んでいること結果として選挙に現れたことが全く反映されないというのはどういうことかと。アメリカは民主主義の国であるししかもアメリカの高官があの沖縄にいらっしゃるたんびに その地域から歓迎されてなければその歓迎されないところに基地は作らないということをあの何度もこれまでに私たちは聞いてきましたしそういうふうに歓迎されてないところですよとであればこの辺野古に新しい基地を作るのは40年対応とか言われ200年そしてその基地は、えー、まあ耐久なんて言いましょうか、えー、耐えられるっていうそういう基地はもう沖縄にいりませんのでということを選挙で 民意を反映しているにもかかわらず全く受け入れない,ないというのは一体どういうことかとですから、まあ、沖縄の私たちにも自己決定権もあるわけできちんとそういう私たちが選んだ知事を先頭にしてあの今回は県議会も国会議員も一緒になって奈良の市会議員の皆さんも一緒になってこう来てますとで各、えー、基地に関係のある首長たちも一緒にやってきてますと。ですからこれが 今までとは全然違うところなんですよということをあの強く申し上げました。何が違うかというと、先ほども申し上げましたように、小長知事もこれまでは自民党の立場で活動した方である、それから那覇市議も新風会というのは、実は小長知事を支えて、この選挙の応援をしたために自民党から除名された方々なんですね。そういう方が5人も同行してまして、彼らの 発言の中にもあの実は自分たちはアメリカとの友好関係をとても今まで大事にしてきたとそして、えー、この中にはもう共産党からそれこそ私のような社大党やあるいはその社民党やあるいはまた県民ネットそして新風会の皆さんがいるけれどもこの構成メンバーの中には今まで保守・革新というふうにこう分けてきたけれどもそうではなくて。 今回来た大きな理由は何度も繰り返して私たちは申し上げたんですけどやっぱり安保条約も地域協定も認めてるような人たちがこれ以上の負担はもうダメなんですよということを訴えに来てますということを言いました地域協定の問題でもあの具体的に交通事故に遭って裁判されなかった話ですとかいろんなことを申し上げましたけどじゃあ,あの皆さんは一体何が生活のその糧になるんですかって根本的な 生活のこの何と言いますか収入は何でやってるのということも聞かれましたのでこれまではやっぱりあの基地の収入がかなり多かったんですがもう今や基地収入が沖縄県の,その経済支えての5%であって観光収入が15%だと沖縄の GDP の状態を申し上げましたらえカリフォルニア選出の議員の中には自分のところも観光がとってもその大事なところなので。 どうすれば観光でそれだけの収入が上げられるか逆に教えてくれってあのそんな風に言われるくらいですねあの関心を持ってる人も中にはいらっしゃいましたでももう入り口からですねえとにかく来たからじゃあその養成分を受け取りましょうとそしてまあ全然私たちの顔を見ずにですねまあ適当にこの5分10分という時間が来たらはい分かりましたちゃんと議員に渡しますという補佐官もいらっしゃいましたし対応は あの様々でありましたけれども、まあ、の私あのこれまでですね、えー、県議会時代からまあ数えると10回ほどの訪米しておりますがもう今までは私たちの,その訪米の仕方にも問題あったと思いますが、えー、議員やシンクタンクに本当に要請分だけを渡して帰っていくというそのような状況でしたが今やまあサルドさんからも報告あるかと思うんですがやっぱりあの ND の,この関わり方も含めてなんですけど 一般ののののの市民の皆様へのこの浸透の度合いそれからまあアメリカのいわゆる名前の知られたかなり有名人の方々が今オリバー・ストーン監督をはじめとしてですねピーター・カズミックさんとかあのいろんな大学の先生方もいらっしゃいますけど一緒になってこの辺のノの海をやっぱり大事に守っていきたいというあの国際的にも自然環境を大事にしていくっていう動きがあるのも。 確実にこう広がってておりまして、まあ、今までの私たちが単に言ってとにかく沖縄の声聞いてくれって言われると、えー、申し上げるとほとんどがこの問題は東京の問題でしょっていつも追い返されておりましたけどそれでも東京からアメリカにきちんと声がとあの届いてないので届けに来たんですよっていうふうに私たちも言って帰ってきたんですが今回の訪米はその点は全然違いました。 まず第一はあのメディアの受け止め方って言いますかねアメリカでもかなりいろんなメディアに紹介されましたしそれからあのシンクタンクもそうですが一般市民の方々があの一緒になって活動してくれました私たちのグループはホワイトハウスの前で「あの本当に沖縄に来ちゃいらない?」という横断幕を持ってあるいはプラカードを持ってあのたくさんのニューヨークからもワシントン DC にいる方々も一緒になって そこであのデモックをしましたしそれから、えっと、ピンクコードの女性の皆さんもいらっしゃいましたし退役軍事の方々というふうにあの今までの広がりとはもう話にならないぐらいの大きな広がりがあのできましたのでそれもあのとても良かったなというふうに思います、えー、マイク望月先生ワシントンジョージ・ワシントン大学の、まあ、先生ですがそれから、えー、パドリック・クローニン氏も、えー、アメリカの。 まあ安全保障センターい、えー、いらっしゃいますけどでもあの、この方々が全て私たちの言っていることをあの沖縄と同じ歩調で進みましょうではないですね、それをお分かりになるように、やっぱりアメリカの研究者、それからアメリカのシンクタンクというのは、まあ、あのアメリカ政府の意向を受けて研究したり、シンクタンクとしていろいろ研究していますから、第一にはアメリカのやはり利益だと思います。ところがそののアメリカの まあ利益といってもやっぱりあのアメリカも19年経っても作れない辺野古の基地はなぜ作れないんだろうというふうなところにあの行くと思いますし中にははそういういいいことをっっっっきりおしししゃゃたた方もいらっしゃいました一体何があのこんなに日本政府から思いやり予算を出していろいろやってきてもあのできないのかって逆にこう質問されたりしましたが。 私ははそういうういににこのように答えましたあの3,000日以上も地元の人たちがしかも沖縄戦を体験した8090になるようなそういうお年寄りがあの子や孫の時代にこういう戦争の悲惨な状況を味わせたくないという思いを込めてあの本当に座り込んでずっと戦ってる方がいますと今あの若い人たちもそれにこうして大学生などがもう全国いろんなところからあの辺野古にやって来るし。 そういう大きなその連帯の輪が沖縄だけではなくて日本各地に広がっているのでおそらくこれからももっともっとあのそういう点では国民の中での世論喚起というのは今や小長知事が誕生したおかげで随分広がりが出てきましたとその証拠に辺野古基金の話もいたしました。これははは一沖縄ののの地域だけでで基金ではなくくて全国国かかららあるいは外国からもたくさんの方々が 賛同した方々が何らかの形で、えー、ちゃんとこの辺野古基金の一つにして、えー、頑張ってくれということで、えー、まあ協力をしてくださってますよって申し上げました私も2月と4月ハワイ行きましたけれどもハワイの方の若い人たちからも10万以上の寒波を預かりました自分たちがアルバイトをしたりいろいろこう細々といろんな活動をしながら。 えー、貯めた大事なお金ですのでもうぜひこれ辺野古基金に行ってで知事に渡しましたら本当に知事もうるうるしていらっしゃいましたが世界中のウチナンチが今気持ちを一つにして今までは遠慮してやっぱりアメリカの人と結婚してる人も多いのであの立場は分かるけれどもでも表に出られないよねっていう人たちが声を上げ始めているっていうことも事実ですし来年は世界のウチナンチ大会を沖縄で開催いたしますけれども。 そこにには若い人たちが特にです、ね、今一生懸命世界の若い人に声をかけて経済的な発展もそうですしネットワーク作りもそうなんですけれどもやっぱりおじいちゃんおばあちゃん何代目か前のおじいちゃんおばあちゃんたちが経験したあの沖縄戦に関わるようなこの戦争は二度と再び沖縄の地であってはいけないし日本からそういう武器を持ってよその国に出かけていくということが ないいよううにというそのような思いを込めてぜひあの沖縄での世界の内南地大会をやっていきたいとあのそんな激励の言葉もあのハワイでもいいいたただいてまいりまりしたもちろんアメリカの県人会の有志の方の中にも、えー、そういうことをおっしゃってでもう一つはあの沖縄の、まあ、一つの文化でありますけど空手であるとか、えー、琉球舞踊であるとかあの本当にあの三味線で内ちの,の三振をとって。 あのみんなで勝ち足をやってみたりというそういうあのそこにある沖縄の文化もう本当にこの文化のつながりの中であの基地問題も解決していくような絆をあの強くしていきたいということを言われました。ですから今日ですね私はあの皆様が「どのような効果があったんですか?」っていうことを先ほど聞かれましたけど今私たちがここに帰ってきて、えー、特に菅官房長官が「女長知事はきっと とと落胆してて帰ってきただろうとつまり辺野古が唯一というのはアメリカに行っても言われてきてるからさぞかし知事はがっかりして自分の力の限界を感じたんじゃないかとそのことを、まあ、コメントしていらっしゃいました力の限界とは一言も言ってませんけど言葉の端々にですねそれがあの感じられるような、えー、コメントがありましたけど知事はとってもお元気です。なぜかとというとやっぱりですね やっぱり今、沖縄とっても元気なんですよ。出生率全国一なんですよ。人口はすごく増えてますよ。戦後すぐは鳥取県と同じ65万人だったようですね。今、鳥取と比べたら怒られるかもしれませんけど、140万越してまして、少子化って言われる時代にですね、沖縄がなぜ元気なのかっていうとこなんですよ。やっぱり基地問題を解決していけば、 沖縄が本当に住みやすいいい場所なんだということを県民は知ってるんです。県県民だけじゃないですす、はい、外からもたくさんの方がやってきますそれは何なのかということを考えていくと知事がお元気になるのはよその県がどん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 人口が減っていくのに沖縄が人口が増えていくのは今ですね皆さんお分かりだと思いますけど米軍に基地を貸しているよりも返還された 米軍の基地の跡地がどれだけ元気か、お分かりですよね、アメク新都心、それから北谷町の美浜、それから那覇の、まあ、かなり早い時期に返されましたけれども、今、那覇空港の近くにあるオロク・金城地域、もう米軍が基地として使っているときには、わずか100人くらいの、まあ、基地の従業員といいましょうか、でも返還されたら、もう1万人以上の若い人が雇用されているし、 例えば、もう茶谷でもそうですし那覇でもそうですけどそこは返還すれば法人税というのが今までとはもう比べられないくらいのこう増え方です。具体的に県の試算でちゃんと数字も出ておりますのでそれをもって私たちは説明しました。ですから、そんな説明をしたときに自分の州でもそんなふうにしてこの地域を観光で活性化しながら人口を増やしたいという議員が出てくるのもまあ当然でありましたので私たちが。 これだけその沖縄に期待をして、えー、沖縄が1つにまとまれば本当に一枚岩になって頑張っていけば怖いものがないということを知事はご存じなんですですからあのますます意を強くしてじゃあ次は国連に行ってこの沖縄の自己決定権しっかりですね沖縄のことをもう沖縄が決めていくという方向で県民一緒になって活動していこうというのがとても大きな成果だったと思うんですね。で 残った時間あと2分ですので、えー、そろそろ終わりますけれども、私たちがですね、最後にとどめを刺したのは何だったかということです。実は、今私たちはこの普天間の基地を閉鎖してくれと言ってますよね。これは95年のあの少女の本当に悲しい事件でした。小学校5年生のあの少女が3人の米兵にレイプされた。それがきっかけになって、この沖縄の 普天間の基地を閉鎖すするとということがスタートだったんですよそれがどん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 変わって三広方八案であの海を埋め立てて作らせるとかそれから15年で返還させる軍民共用の飛行場にするとか今やこの V 字型の滑走路を作って飛行場だけではなくて港も作る弾薬庫も作るというふうな巨大な基地が作られようとしておりますけれども。 もともとのスタートは何だったのかということを考えていきますともうとんでもないところに日米両政府本当に沖縄を苦しめていますがこれ以上こういうことをしてしまうともう復天間の閉鎖どころではありませんよということを私は言ってきましたそれはどんなことかと言いますとあの今日ちょっと持っておりませんけれどもあの復帰前1970年の小座の 沖縄市今当時の小座ですねあの小座暴動事件、まあ、小座騒動事件とも言われておりますけれどもあの写真をですね新聞に出た写真を大きく生き延ばしてあのお見せしましたあのこれ以上沖縄に対して、えー、これは知事がやったわけじゃなくて私たちが全部あのやりましたけどこれ以上ですね沖縄の民意がもう日米両政府に届かないのであれば沖縄の人たちは次は嘉手納基地を包囲しますよと。 それでもいいんですかっていうことまで言ってきましたあのこれは皆さん信じないかもしれませんあの今日信じたくない人たちも <laughs> いらっしゃるでしょうが私たちも本当はそこまでしたくないんですよあの違う <laughs>、えー、形で辺野古でも本当にどんな抵抗の仕方を辺野古でしてるかお分かりですよね私たちは暴力を振るっていません本当にインドのガンジに学んでですね 私たちの抵抗というのは決して暴力を振るうことではありませんあの2日前にも軽徳法で逮捕された方がいますけどその前にもいらっしゃいましたけれども山城宏司さ,さんがいつも言ってるのは私たちは整然とした抵抗の仕方をするということなんですよですからまあいろんな方法はあるかと思いますけれどもやっぱりきちんとした整然とした抵抗の仕方、 声を上げたり、デモをしたりしておりますけれども、これは憲法で保障された範囲の中で私たちは運動しておりまして、違う状況で逮捕者を出すようなことはしたくありませんし、とにかく暴力はダメだということは、県民はよく知っています。でも、でもですね、もうマグマも箱根山ではありませんけれども、少しずつ少しずつですね、県民に対して、これ以上を無視していくと、どこに行くのかというところを、 ししっっかりと言ってきましたで帰ってきましたらあの自民党の勉強会であります沖縄のちゃんと沖縄の県民の声を届けている新聞社のことをまあ広告もあの出さないようにして潰してしまえというふうに言っておりますがとんでもないですね、えー、それぞれ顔がかあの違えば考えも違うし政党がいろいろこうあるのはそれぞれ主張が違うからその違うところの良さを認めて民主主義というのは 成り立っているわけで片方の力で片方の弱いところを押し潰してしまうなんていうのはこれは一体どこの国かなと思ってしまうような発言もあのいっぱいありましてメディアを通してですね私たちが沖縄の生の声を伝えるということにはあのこれからもしっかりと胸を張って堂々と発言をして堂々と取り上げていただきたいなと思ってます。新新聞聞ではないといととうことをあの沖縄の新聞の名誉にかけましても あの私は申し上げたいと思いますしまあいろんな考えがあって結構ですでも政府の言いなりにならない沖縄の人たちを変更しているというのはメディアのせいではありません沖縄の人たちの今の主張思いがあのそこまで県民をこう奮い立たせているっていうのが現実だと思いますまあ今日はあのたくさんの皆様に集まっていただきまして本当にあのいろいろ また、異論もあるかもしれませんけれどもそれはまたあの後ほどですねお伺いをしてあの本当に4日間の短い日程ではありましたがあの帰ってきましたら女長知事をはじめとしてあの私たちこのようにして那覇空港を着きましたら横断幕を持ってたくさんの県民が迎えに来てくださいました。とりわけ名護市からは バスをチャーターしてたくさんの方々があの迎えに来てくださったのは改めてあの感謝をした次第ですとにかくあの皆さんと一緒にですねやっぱり平和憲法があるこの日本の国があのこれからも本当に平和であるそのためには何が私たちの行動に必要なのかということを常に考えながら行動していきたいというふうに思っております。どううぞよろしししくお願いいいたたまますありがとうございました どうもありがとうございましたここで猿田事務局長のお話の前にあの本日ご来場いただいている議員の方々を少しご紹介させていただきたいと思いますまず衆議院からは赤嶺政権議員<手>鈴木勝正議員西村千奈美議員 野間武議員。と安倍智子議員の秘書の方にも、あのいらっしゃっています。また参議院からは、えっと風間直樹議員。南波商事議員の秘書の方にも、いらっしゃっていただいています。ありがとうございます。それでは、猿田事務局長、よろしくお願いいたします。 皆様こんにちはまたたくさんの方にお集まりいただきまして本当にありがとうございます新外交イニシアチブ事務局長をしております弁護士の猿田沙代と申しますまず何よりもこの訪米を可能にしてくださったのはその支援をくださった皆様のおかげだと心からまずは感謝を申し上げたいと思います本当にありがとうございました であの今、沖縄からの糸一議員の本当に叫びのような声がこの会場でさく、まあ、裂していてですね私もどれだけ頑張ってもですねやっぱり沖縄の,その戦っておられる当事者の 気持ちそのものにはやっぱりなりきれない部分もあって、えー、何度聞いてもこういう思いで皆さんやってらっしゃるんだなということを日本でも痛感しますし沖縄でももちろん痛感するんですがワシントンでもずっと痛感をしてまいりました。 でまあ、同じことは私には全く語れないものですからあ私のほうはです、ね、き、えー、今日はあどちらかというとこう、まあ、沖縄外交が今後どのようなことをしていくべきだろうかとかです、ねえー、また今回の訪米の意義というのは、まあ、本土から見るとどうであって、えー、また沖縄から見るとどのようなものがあるのかとか少しまあ分析的な話にはなってしまうんですけれどもそんなお話をさせていただこうかなというふうに思っています。 それでえ今回の訪米団の概要をざっとだけですねご説明をさせていただくとさっきお話にもあったんですがあまあ23、4人かなそれに通訳私どもアテンドを入れて30人ぐらいとで2、3チームに分かれて行動でワシントンに関してだけ ND ではお手伝いをさせていただいたので1から3日までということだったんですけれどもこの中でですねまあ面談先が先ほどありましたようにまあ55件入ったというのは まあ私こんなことを始めて、ですねこ,のこんなことというのは、日本から、そして沖縄からワシントンに直接、アメリカ政府に自分の声を届けたいよという方の声を届けるパイプを作って、面談先を設定して、記者会見を行ったりと、そういう企画、アレンジ、同行とまあやらせていただいて、8年ぐらいになるんですけれども、7年ぐらいですかね、その中でやっぱり55件、しかもまあ会員議員本人が15名というのはかなりのヒットでして。 えー、しかもですねこれ、えーまああ、申し上げるとですね1週間前にいきなり電話がかかってきてですね1週間後に30人ぐらいで行くからあー企画をしてくれと、おいと、<laughs> 去年の名護市長は4ヶ月前から準備したんだぞという感じなんですけれども、しかも30人だというお話で、えー、しかもまだ。 どなたが行かれるかも確定ではなかったりだとか小長さんの日程もはっきり分かってなくて一部は小長さんの日程と同行なさるので、えー、何人が猿田さんがアレンジする方に行くか分かんないとそれで1週間前かみたいな、まあ、そんな感じだったんですけれどもあの本当にうちのスタッフが本当に頑張ってくれて、えー、今受付やってるあの新しいスタッフなんですけれども朝の3時ぐらいまでアメリカにて。 毎日電話をかかけてくれたりとかですねあのワシントンに今,今、松崎という弁護士のスタッフが1人いるんですけれども彼とこう24時間体制で日本でこうまあ朝の3時ぐらい朝の日本の3時というのはですねアメリカでいうと昼の2時なんですけれども。 それで引き継いで今度は彼が引き継いで朝からずっと一緒にやっていて彼がまた夜までやってで夜になってまた引き継いで今度は日本が朝になるとそれを担当するという感じでまあその1週間をもう死ぬ思いでですね過ごした結果まあこういう日程が入ってまあ私自身はあ,のあれやれこれやれと指示を出すことの方があの今回は多かったものですから本当にここで皆さん前で言うのもなんですけれどもスタッフにも心から感謝をしたいというふうに思っております。 それでえと続けて、パワーポイントを後ろの方に私の担当のところまでずらしていただければと思うんですがあ今回、一番こう帰ってきてからまあ向こうでもですけどまあ記者の取材を何度かしていただいたりなんかする中でえ最もおこう多く受ける質問というのはですねえ沖縄のメディアではこの訪米というのはまあ非常に成果があったんだと。 沖縄タイムズも琉球新報も大々的に書き続けているんだけれども本土メディアではまあ朝日新聞まで含めてですね、えー、朝日新聞6月6日あ辺野古だったかな通じず沖縄霊ぐとか、まあ、そんなんだったんですね、まあ、朝日の記者の方いらっしゃって違ったらごめんなさい、まあ、そんなタイトルヘッドタイトルだったんですねで、まあ、あの当然読売産経は推して知るべしということなんですけれども。 おーまあ、実際どうだったのというようなことを一番聞かれます。で、えー、まあ何というかですね、まあ、私の答えっていうのはまあ大きな意義があったがこれが生きるか否かっていうのはまあ今後次第だということなんですけれども実際はですね、まあ、一番思うのはですねよくもまあ現場が分かってない人たちがこんなにいろんなこと書くよねっていうのが最初の感想で。 でまあ、もちろん記者の方同行されていて非常に親しくあの、まあ、3泊4日あの一緒に走り回ってれば仲良くもなるものですから別にあのその方々に恨みがあるとかいうことでは全然ないんですけれど。 あのまあこう日本に帰ってきてみると同行された記者以外の方がこう指揮者と称していろいろ書いておられてこの場面はこうだったとかいや全然違うんだよなとかまあ思うわけですねで私なんかはそれこそ糸数議員のようにまあ常日頃からそういう,こうニュースが目の前にこう自分が言ったことが記事になってっていう体験があの多いわけではないですのでえまあこれだけこう同行記者がぞろ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 ついていくような訪米っていうのはあ,のまあ,あんまり体験として多くない 中で、えーまあ、本当に今まで私が人生ずっと読んできた新聞であれ雑誌であれインターネットのニュースであれ、えー、本当にど真ん中渦中にいる方からするとそのニュースっていうのはあ実は全然真実を伝えてないような場面っていうのもあるんだなと。 これから物事を読む時にはそれを分かった上で、えー、バイアスがいろいろ入ってたり実は書い,てる書いてる方は全然何も分かってないかもしれなくても書いてるんだなというようなことぐらいを考えながら情報を手に入れていかなくちゃいけないんだなというのは、まあ、今回ど真ん中にいたわけではないかもしれませんけど、まあ、その端っこぐらいでずっとこう見ていたものとしてはあの最大の感想だったかなというふうに思っています。それれでで長ささんが訪をされているので えー、その小長さんの訪米自体を,を ND が全部やったんですかというようなご意見ご質問いただくこともあるんですけれども。 今回小永さん自身は直接はですね県の方が担当なさって ND がやったわけではないんですねでもちろんここにあの当たるといいんではないでしょうかとかあこんなメディアも取材を希望してますよとかいうようなこうこコメントといいますかはさせていただいたりはしてい,いましたし、まあ、向こうに行きますとですねずっと一緒ですからあの朝晩はあったりしますので、えー、ずっと一緒なんですけれどもあの方便のアレンジ自体私とも ND でやらせていただいたのはあそれ以外の市長の方あ国会議員とか 先生やあ県議の方そして市議その経済界の代表の方等の訪米の活動でした、えー、この、まあ、訪米の意義が、まあ、あ大きな意義がありましたというふうに言ったからには何が意義だったのかということを言えなきゃいけないわけなんですけれども、まあ、何が意義なのか、まあ、聞かれた場合にはですね私は2つのことを申し上げるようにしています、えー、まず1つ目はあ,、まあ、ありきたりではあるんですけれども 明確に反対の意思というものを県知事含め県のリーダーの方が明確に示してアメリカの関係者に伝えたということだろうというふうに思っています。ホンドメディアがですね、そのまあ、沖縄のそのヘノコ通じずとかっていう書くのはですね、えー、じゃあオ長さんがですね、自分がまオール沖縄で当選したからとアメリカに行ったらばああよくやったと、じゃあ辺野古アをやめよう。 そんなふうに言ってくれると思って別に尾長さんだって訪米はしてないわけですよ。そんなに物事簡単だったらあっという間に変わってるわけです。当然そういう意味ではあ反対を伝えたからといっても国務省国防総省のこう面談の相手はあいやそれが唯一の選択肢ですというような反応になるってことはもうそんなものは那覇空港出る前から分かってるわけですよ。それをもってしてし辺野古通知図っていうのは 目標の据え方自体がそもそも大いに間違っているというふうに私は思っていまして、えー、そこではなくてです、ね、明確に反対の意思を示すという、そのこと自体にものすごく大きな意味があったというふうに思っていますもっと具体的に言いますとです、ね、今、沖縄の議論というのはワシントンでどんなふうにされているかといいますと、もちろんまあ大半のワシントンの人はそんなことは問題としてあることも知らない、沖縄がどこにあるかも知らない。 まあそういう状況ですけれど多少関心を持っているアメリカの方々でも意識としては中山さんっていう県知事が確か2013年にもう埋め立てしてもいいよねっていうようなことを言ったらしいよねじゃあ沖縄の人がいいって言ってるんだったらいいじゃないかとまあそういう空気っていうのはあるわけです。もももちろんんそもそも中山さんがどうこう言うこ言前から 辺野古の案っていうのは日米合意なんだから辺野古の案でいきましょうっていう人がまあそもそも多いわけなんですけれども2013年よりその承認の前まではまあ鳩山さんがああいう形で いろいろやっておられたということもあってですね何人かの,その方々まあもう少し何人かというよりはだいぶ多いような数字の方々が例えば非常に力のあるジョン・マケインさん大統領候補となってオバマさんと争った方ですけれども上院議員で今でも軍人会のトップを務めておられますけれどもマケインさんですとかそれ以外の研究者でも例えば有名なランド研究所っていう研究所が軍に非常に近い防衛 日本でいう防衛省向こうの国防総省に近いランド研究所という研究所があるんですけれども、まあ、そういうところもまあ反対ということをまあ言っているんですね。なんだけれどもマケンさんなんかはまあ非常にいい分かりやすい例で中山さんが承認するんだったらいいでしょうということで2013年の,あの12月27日でしたかあの時点で受け入れ派に回った人の一人なんですね。 でまあ、さっきちょっとちらっと写真が出てましたけどシンクタンクのパトリック・クローニンさんという方にあった写真がありましたがあ彼なんかもそのお口で、えー、彼もまあ民主党政権に近いなんていうふうに言われたりしてる人ですがあ中山さんがいいというまでは辺野古はちょっとっていうふうに言っていたんですけれども中山さんの証人で参戦派に回った人なんですね。でそこででですねもうやっぱりその知事という中山ささんんとと同じ知事という立場長が今回行かれて これは中山さんは公約違反だったんですよと、そして私はその彼を選挙で辺野古反対を掲げて大差で勝った知事なんですと、沖縄を代表する私が辺野古にノーと言っているんですということを伝えたというのは、そのワシントンの雰囲気を変えるために、非常に大きなノーの突きつけであったというふうに思っています。 それでまあ全員が変わるわけでもないですし例えばマ、まあ、ケインさんなんていうのは、まあ、今回のその一言で変わったわけではないんですけれども私は出てないミーティングなのであれですがパトリック・クローニンさんなんかは再びなるほど沖縄の声っていうのは今はノーなんだねということでかなり理解を示して、えーまあ、元の立場まで戻りきったかどうか分かりませんけれどもおそういう意見の変化も見られたということも聞きますのでこの意義としては明確に反対の意思を示したということがあその まあそれを言うこと自体はまあ簡単なんですけど、わ割と深いところの意味ですごく意味のあるところではないかという,ふうに私は思っています。それからもう1つは、日米合意の改定をまあ可能にするための環境情勢の第一歩ということなんですけれども、これは何があの言いたいかと申しますと、先ほど申し上げたように、ワシントン、アメリカ全体を見ますと、沖縄の基地問題というのは、ほとんど知られてない問題なわけですよね。 でその中で、えー、その日米関係に非常にこう、まあ、専門性を持った人たちというのが、まあ、辺野古じゃなきゃいけないと、まあ、1996年あたりから決まってきて、えー、もうすでに20年近く経っているんだとなんとか今この安倍政権で、えー、それを実現に移したいというふうに思っている層がいるわけなんですけれどもそれ以外の人たちが全員アメリカでその辺野古案を推しているかというと、まあ、全然そんなことはないわけなんですね。まあ、基本知知らないですし知ってみると 今回面談であった議員ですとか補佐官でも間違いなくこれは正しいことではないと沖縄に行って見てみたいですとか自分が沖縄のことは全く知らなかったことは申し訳なかったけれども話を聞いてみると自分が今まで追っかけてきた環境問題の視点からこれは自分のテーマとも真正面から重なる問題だと非常にいい問題意識を強く持つという意見をたくさん聞きました。まあ、一つ具体的に今思い出すのは あ市長から、えー、下院議員になった方のまあ補佐官だったんですけれども一市長の時にはその地元の声っていうのはまあ市長は一番大事であるということ当然まあ市長ですから市民の声で当選してるわけなので市長が大事なんですけれどもそこで、えーまあ、有名なあ古く古いアメリカの政治家が言った言葉で,です、ね「ポリティックスイズローカルとっていう言葉があるんですけれど,けれどもそのローカルその,その一番こう 根本の人々の声っていうものが政治の全てであるというような言葉があるんですよなんてことを紹介してくださりながらその沖縄が現地の沖縄の方がこんなに反対してるんであればこれは間違いなく良くない政策なんですねというようなことも言ってくださったんですねそんな言葉も聞く中でだからといってその人がもともと沖縄のことに関心があったわけではもちろん残念ながらないわけなので。この合意を 改定すするるののを可能にするための環境情勢の第一歩というのはそういう,こう,もうゴリゴリの辺野古派ではない人たちを一人一人こう発掘してです、ね、育てていってこう直ちにそれが脳っということにならなくても環境情勢本当に環境情勢という言葉以外に私単語が思い浮かばないんですがそういう環境を徐々に徐々に徐々に本当にゆっくりでも整えていくその第一歩になったんではないかなというふうに思います。 ワシントンから帰ってきてこの2週間ぐらいの間に3回ぐらいですね、えー、こういう形でお話をさせていただく機会があってその場合は糸勝先生がご一緒させていただいてない1人の話の場合は沖縄の状態とかというのを話さなくちゃいけないんですね、まあ、私みたいなものが沖縄の話もするわけなんですけれどもお、まあ、でも日本で話す場合は沖縄の基礎情報というのは大体みんな当然分かっているわけですね。その基地が多いととかか南の島であるとか あ,まあ、あんまりいそのその経済的にい東京なんかに比べるとお少し困難が多いとかですねいうようよなこと観光産業が非常に盛んであるとかいうことは、まあ、誰でも日本人だったらあ分かってることなんですけれども、まあ、私そのミーティングに出ながら何度か通訳としても、まあ、最後の日なんかも全部7個ぐらいの面談ずっと通訳だったんですけれどもおその中でも何度訳したことか。 沖縄は日本の南の島である、もう何度も沖縄は日本の南の島である、そこからは翻訳しないといけないわけですよ、そこから説明しないと当然、皆さん分かんないんで、もうそれは本当に当然と言っていいぐらい分かんないんですね、分かってる、ものすごく分かってる一部の人以外は、みんなそこから入らなきゃいけない。 そういう状況の中で変化を与えていくためにはあしかしその中で環境問題だとか女性の問題だとかあ逆に全く保守派の人たちでですね、アメリカは今非常に財政難できちんお金を使ってられないんだよと。 日本がそれを作る辺野古の基地自体をお金で持つにしたって運用の費用は一部はもちろんあるわけですから海兵隊日本に置いておくお金なんてもうないんじゃないのというような保守派の方々にも実は受けが良かったりなんかしてそういうやっぱりテーマごとに訴えていくことで、えー、環境情勢を図っていくそんな第一歩に、まあ、55件も面談をすることっていうのはまあなかなか多くないわけですから非常にいい機会になったんではないかなというふうに思っています次お願いします。 沖縄外交の今後の課題ということなんですけれども、先ほど糸数議員からご説明がありましたように、今、米議会ではまさにこの瞬間も、国防権限法という法律が審議をされています、それがまずは短期的目標ということで、沖縄が、我々が取り組まなきゃいけない課題かなというふうに思っています。ごめんなさい、その課題に入る前に、ですね沖縄外交がまず何を考えなきゃいけないかっていうと、ですね何が目的でこの外交をやるのか。 こんなにこう辺野古で座り込みしなくちゃいけなくてこんなに日本政府に対して取り組みをたくさんしなくちゃいけない中でアメリカにわざわざ高いお金も時間もかけていくわけですからその外交っていうのはある程度ですねちゃんとビジョンを持って短期的スパンと長期的スパンと、まあ、中期的スパンと。 目的を持ってやらなきゃいけないというのは、まあ、もう本当に一番私は今訴えたいことなんですけれどそして辺野古がこの夏にもひょっとしたら埋め立てが開始されてしまうかもしれないというふうに言われている中ではその中期的目標や長期的目標もその短期にもちゃんと影響が与えられるようなうまい方法で外交政策というのは作られていかなくちゃいけないなと。でも残念ながらこう今ののの沖縄の外交っていうのはそこまで えー、計算がし尽く,、まあ、くすとこまでは私だってもちろんできちゃいないんですけれどなかなかまあ訪米一つを,をこなすので、えー、どうしても精一杯というところがあったりするので、えー、なんとかですね、あのー、じゃあこの3ヶ月以内に何をやるのかこの半年以内に何をやるのかそして1年尾長さんの4年間は何をやるのかというような視点をちゃんと持って計画を立てていかなくちゃいけないだろうというふうに思っています。 でそのまあ一番の短期的目標というのはこの国防権限法でありまして、えー、国防権限法といいますのはあアメリカの軍事予算をですね、えー、決める法律なんですね法律っていう名前になってますけど予算案というふうに思っていただいていいと思いますで予算案ですから毎年必ず1回審議がされます でいつもですね2月ぐらいに法案が出てきて委員会審議があって本会議にかけられてとていう感じで日本と同じですね進んでいくんですけれども上院と下院が日本とは違ってですね上院、下院が2つあるのは一緒なんですけれども全然違う法案を可決できるんですね。 日本の場合はどっちかの委員があの可決をしたものをそのまま回すということになってえいるんだと思うんですけれども基本的にはアメリカの場合は全然違う内容のものを2つ採択した上で最後両院協議会を開いてすり合わせるということがまあまあ基本的に揉める方はまあみんなそんな感じなんですで。国防権限法私たちが行きましたときには下院で審議が終わって上院の初日っていうときに上院のロビングを糸数先生率いるチームではやったわけなんですけれども。 その法案が上院では辺野古が唯一というものは入っていないと私たちは良かったなというふうに下院はこんな常務を入れて入っちゃったまま通っちゃったわけなんですけれども上院では入ってなかったこれは良かったというふうに思っていてそのまま上院では入ってないまま終わりました。でこのの日日ででしたか6月の26日に上院では入ってないまま 法律が通りましたので、えー、今、ですね両院協議会がまさに開かれておりましてどちらの条文でいくのかということを、まあ、2つの議員の代表者たちがあの2つの上院下院の代表者たちが両院協議会で話をしているという段階です。 なので、まあこのでこ辺野古が唯一の選択肢という条文が入ったからといってです、ねえー、何かがその瞬間にものすごく変わるということでもないのかもしれないんですけれど、まあ、誰がこの条文をこの法律に入れたのかというのは、まあ、皆さん大体想像すれば分、まあ、かるような気がしてきませんかという感じなんですね。でまあ、もちろんその革新的なこう証拠を持ってそう申し上げているわけではないんですけれども。 それこそアメリカっていうのはいろんな外交の政治部隊になっていていろんな決議が上がればそれがその後大きなニュースとして世界中に流れてそれを使いたい人たちっていうのはそれを自分たちの都合のいいように使っていくというようなのがアメリカのワシントンっていうのはそういう部隊なんですね。そういう意味ではな何としてもこの条文は取り除かなくちゃいけないということになります。 もう一つ短期的な目標としては、ですねえ尾長さんが8月の第1週か第2週には、この中山さんが、前知事の中山知事があした辺野古の埋め立てを,を承認したものを取り消すか、まあ撤回をするかの判断をするんではないかというふうに言われています。この後にに今度は日本政府がそれに対して どんな法的措置を取るのか裁判をするのか別な立法をするのかなどいろいろ言われていますけれどもまずはやはりこの小長さんの埋め立て承認撤回取り消しのタイミングでどのようなことが沖縄の方からアメリカにもともと働きかけておいてそしてアメリカ側からもし反対だってここまで言うんだったら ああそうか、もうじゃあ沖縄反対ならやっぱり自分の立場も元の辺野古反対派に戻そうかというようなことを仮にマケインさんなんかが言ってくれたらです、ね、ものすごく大きいわけですよ。という意味でその取り消し撤回のタイミングに合わせて、えー、アメリカでも何かアクションが起こせるようにというのは非常にいいその短期目標ではないかという,ふうに思います。 ちなみにこれは私が考えた反旗目標ではなくて私は訪米団の方が3日間過ごされた後なんと2週間です、ね、ワシントンに残ってそのいろんな昔の仲間とかまたこうネットワークを広げるためにいろんな方に会ったりしてきたわけなんですけれどもその中で,です、ね、いろんなアメリカの方に会う中でいろいろこう今後の流れを話した時にだったらそこだよねアメリカが動くとしたらというようなことも言われて。 なるほど、やっぱりそこを一つのタイミングとして、えー、私たち ND もそうですけれども、沖縄も動いていかなくちゃいけないタイミングなんじゃないかなというふうに思っています。うん、そして次スライドをお願いいたします。で、まあその日米合意を変えるというこの環境情勢の続きなんですが、中長期的な目,目的としてはですね、あのまあ、ワシントンの機能を戦略的にこう利用して。えー いろんなまあワシントンならではの制度というのがまあ,あってですねまあそれがリベラル層にはあまり有名じゃないのが問題なんですけれどもそれをこう外交の面ではですよもちろん辺野古でやることもあるし東京に向けてやることもものすごくあってそれよりはもちろんウエイトは少なくなるとは思いますけれどもワシントンでやるべきこととしてはまあ今から申し上げるようなことをワシントンの機能を戦略的に利用した上でえで沖縄の声を届け 国防権限法の撤回や小長知事の取り消し承認のタイミングに合わせて何か向こうに動いてもらったりあるいは環境情勢ということでふつふつと辺野古じゃなくてもいいんじゃないのというムードをワシントンの中で高めていくとそんなことをやっていかなくちゃいけないというふうに思っていますではそのワシントンの機能っていうのはどんなことなのかということを簡単にご説明したいというふうに思います次お願いします。 で今日はそのワシントンの機能をお話しさせていただく日ではないものですがこれを話したと止まらないんですけれどお日本の安全保障という岩波から出ている本が。 ああ売ってておりましてですね会場でそちらで私が一章を担当させていただいて、えー、その機能について、えー、書かせていただいているのでもしご興味がありましたらぜひあの帰りにお手に取っていただければと思います、えー、簡単に申し上げますとですね、えー、まず、まあ、残念ながらのワシントンの部分というのをいくつかご紹介をしますとお、まあ、非常に情報というのが偏っていて日本から届く情報というのはあ、まあ、英字の大手メディアが届けるものあるいはあしょっちゅう頻繁に訪米をしている日本のの まあ今でいう体制を占める方の国会議員の皆さんだったりですとかあるいは非常にお金を潤沢に持っている経済的に豊かな大企業の方々だとかそしてもちろん外務省、防衛省という方々が伝えるそういうパイプが唯一ですからそこの偏りというものが情報の偏りにも直接現れます。 あのこれはですねまあ日本の中でももちろんその沖縄に基地を作りたくないと新しい基地を作りたくないというまあそうはですねえまあ体制日本全部を見るとじゃあマジョリティなのかというふうに言うとまあひょっとするとちょっとマジョリティではないのかもしれないんですけれどもそのワシントンの偏りというのはですねその東京の偏りとかいうものとまた全然違うんですねなんで違うかというとそもそもそ,もそこに誰もそれを言う人が1人もいないという0うと100みたいな違いなんですよ。 その確かに今、安保法制で国会の中がこうまあ国会を通過させるだけには十分の、ひょっとしたら憲法すら変えてしまうにも十分の人数がその解体側の方にあるというようなことであったとしても、例えば国会の周りでは連日デモが開かれたりですとか、新聞の中にも多少はそれにこう反対の意見を述べている新聞が頑張って活動しているわけなんですけれど,けれども。 ことワシントンの日本コミュニティーになってしまうと、それはもうほとんど皆無なんですね、来る情報というのはもう100%その意見のみ、それは非常に限られた人数の日本人しかそこに行かないからだし、お金を持ってる人しかそこに声を届けられないから、まあ、そういう制度が、まあ、外交というものに必然ということを言ってもいいのかもしれませんけれども、まあ、ついてきている問題だというふうに思っています。 その中でアメリカの方で受け取るうこう日本屋さんという人たちも先ほど申し上げたような日本の南に沖縄ってのはあってねということを話さなくちゃいけない大半の議員はもともと全然日本のことなんてほっといたら自分でアンテナ張って情報を集めてくれたりなんかしないわけですよねそうするともともと自分は日本屋さんだとか自分は日系人だから日本の問題に興味を持とうとかって思ってる人たち以外はまあほとんど日本政策に関係をしないわけです。 そして日本が経済大国と呼ばれて、まあ、第2位だったところが3位になり影響力もどんどん中国に取って代わられというような時になるとその存在感が下がるとともにその受ける人数アメリカ側の受け手の人数のもどんどん減っていってです、ね、そうするともうパイプはどんどん,どんどん細くなっていくというような状況になっています次お願いいたします。 えーっとですねこれなんですけれども、これ、最近私があの大変気に入っている図なんですが、まさに、非常に限られた人数の地日派と呼ばれる、ここでは3人しか書いてませんけれども、非常に少ない人数の人たちが、日本政府だとか、大企業だとか、一部の国会議員の方々の声だとか、お金だとか、雇われたロビーストだとか、そしてシンクタンクに研究を頼んで、そこで報告書を出させたりだとか、いうことをして、こういう,うなことをやりたい。 国会で会期中に集団的自衛権の行使を認めさせたいと、まあ、去年ですと7月1日に集団的自衛権の行使を閣議決定で認めましたがいうようなことを言いまして、えー、よしと、それは自分の価値観にも合うぞというふうに思った地道派の方はそれを繰り返して言うとそうすると日本のメディアの方が非常に大きな形で取り上げてアメリカではこういうふうに議論がされているというふうに報道をすると。 まあ実際はそのアメリカではというのは3億人のアメリカを指すわけでもなく64万人のワシントンの人口全員を指すわけでもなく国会議員700人ぐらいですかねを指すわけでもなくその何人かの地日派の声に過ぎなくてもそれが大きな記事で載るわけですで。何人いるのかなというその地日派ですけれども私がその論文を書くためにたくさんの人にインタビューを日本、アメリカしたんですが結果は一番多く行った人で30名一番少なく行った人は5人。 ここに3人しか頭ないですけどあと2人ぐらい加えると現実にぴったり合うというような、まあ、5人なのか30人なのかという意見は12人といった人もいますし10人といった人もいますけれど、まあそまあ、あまりそれは大きなその外交という観点で見れば3人も5人も30人もあまり変わらないわけで非常に少ない人数の人たちがそれを決めているという状況だというふうに思っています、えー、その中に残念ながらその沖縄の声というのはまあ普段から入らない。 よく私が例で使うんですけども、私が忘れもしない第1号アメリカでのロビーイングをしたときに、あった会員の外交委員会の委員長の小委員会ですね、アジア太平洋小委員会というところの小委員長は、私に対して沖縄の人口は2000人かというふうな質問をしたわけなんですけれども、それがアメリカの下院で、当時、沖縄の問題を管轄する委員会の委員長なわけですよ。 こう他の人がどれだけ知ってるかってことは当然落ちて知るべしですしじゃあなんでこんなに毎日毎日新聞を開けばワシントン発のニュースが載っているかというとそれはこの限られた人数の人たちが発信をしているとそれを喜んで取りにいっているのも日本のメディアですし他に伝えるすべもないのが私たち、まあ、こうどうしたらいいんだろうと思っている我々ということになります。 でですすねその次の次スライドお願いしますで、まあ、60年間続くその外交ルートしかないんだよという問題点があるわけなんですけれどもお、まあ、やっぱり大きな課題というのはいくつもありまして、えー、総理大臣、まあ、鳩山さんなんかをこう、まあ、筆頭とする総理大臣、えー、またいろんな大臣経験をした方であっても そして国会議員の皆さんですら外務省を通じなければなかなか向こうの面談というのは設定もできないし仲良くなって日々連絡を取り合ってということは非常に難しい、まあ、アメリカは覇権国であり世界の超大国ですから日々いろんな人がロビングをしています。 で今回あの、私たちはいわゆるロビーストと言われるような人たちにも面談をして話を聞いたりもしたんですけれども、もまあ、君たちの今回のロビンが良かったかもしれない、でも明日ははウクライナの人がたくさん来るかもしれない、明後日はスーダンの人が来るかもしれない、そうするともう明後日明日には忘れてるよね、みんなっていうのは、まあ、確かに残念ながらその通りでもあるというふうに思うんですね。 でそんな中で毎日毎日ロビングができれば一番いいんでしょうけれどもおそもそもはあ外務省に頼まないとなかなか日程設定も残念ながらできないっていう、まあ、国会議員の皆さんの現実もある中で、えー、なかなかそれは簡単にはいかないと。 ええ文化と言語の違いというのもなかなか簡単ではなくてえ言葉の問題というのはあやはり、まあ、今でも通訳を、まあ、通訳をいい通訳をもちろん完璧に使うということが非常に重要なんですけれども、まあ、通訳をつけてもそれこそ日々毎日メールでやり取りしますみたいなことはそれでは実現しないわけですし文化の違い表現の違いで、えー、少し相手を怒らせてしまったりだとかいうことももちろんあります。 そういううういいいい文化言語の違もも大きなな障害ににってしまま部分もあるというふうに思います例えばその文化の違いで私もこれも前ひょっとすると薄いに例として挙げさせていただいたことがあるかもしれませんがあその沖縄の方からですねその意見広告の掲載をワシントン・ポストというワシントンの一番大きな新聞にしたいのでこの写真を使ってくださいというふうに送ってもらったものというのがあ、まあ、ジュゴンの大きな写真だったと。 アメリカ人それ見てもこれは何だかわからないわけですよ。まあ、日本人だと受講の写真だけポンと来たらわかるかというとまあ微妙かもしれないんですけれど、おそれを使いたいという話があって、えー、でもアメリカ人はこれはは何 えーまあ、フ,ラリフロリダにマナティっていうのが住んでてですねそのマナティーのなんかカズンいとこみたいなマナティーのカズン、まあ、沖縄のことを説明して授業を説明する時私は必ずフロリダマナティのカズンと言ってるんですけど、まあ、それ以外言いようがなくても、まあ、ホエールクジラみたいな、まあ、そんな話ですよでそんな写真は使えないとだパッと見て何か分からないものにみんな目は引かれませんから使えないと。 でまあ、違う写真を使うことになったんですけれどもでも沖縄からこうその私はアメリカ側と沖縄をちょうどつないでアメリカのデザイナーさんにお願いしながら沖縄の声をどうやって反映するかということでパイプをやってたんですがもうジュゴンはシンボルなので辺野古の絶対使ってくださいっていう、まあ、本当にもう喧嘩でどっちからも本当に嫌われるぐらい喧嘩になったんですけれど、まあ、最後はちょっと今日お見せしてないんですが。 ちちっちゃくしらす干しみたいなちっちゃなジュゴンをですね墨の方に乗せて一応載ってるんですけれどお、まあ、普通の人は目につかないかなっていうような、まあとでもしよければごあのお見せしますけどもそんなになったと、まあ、そういうのもですねやっぱり意見聞いてみないとわからないところもあります。 あと例えばあの訪米をされる沖縄県の方に辺野古はもうずっと座り込みを何十何年やってきましたとおでもアメリカではあまりそれは新聞に載らないようなのでホワイトハウスの前ちょうどこれ写真ホワイトハウスですけどホワイトハウスの前でえ座り込みをお1週間僕たちが行って座ったらあワシントン・ポストやニューヨーク・タイムズが大きく取り上げてくれるんじゃないかってまあいうわけですね。いいやまあそんななに甘くないですよと 今回もその前でホワイトハウスの前で署名を集めたりしてくださった方々現地に住んでいる日本の方ですけどしてくださった方もいらっしゃいましたけれど現地の新聞にそれの載るわけではないですしえ何といってもホワイトハウスの前にはもう30年近くですね1人でずっと寝泊まりしているスペイン国籍の女性が核兵器廃絶を訴えていますけどそれだって新聞には載らないわけです、それがですね30年の人とですね7日間ちょっと来ましたみたいな。 いうようなことでやっぱりまあその現地の私も全然偉そうなことは言えなくて日本生まれの日本育ちの人間ですからアメリカにちょっと住んだから友達がたくさんいるっていうのは多少強みなだけで、えー、52入り手は52で向こうの方のアドバイスを受けながら今後のことをやっていかなくちゃいけないだろうというふうに思っています次お願いします。 でまあ、ちょっと話が、まあ、ワシントンってのはこんな状況なんですよということをご説明をした後で今後、沖縄はこんなことを外交としてしていくべきだろうということをいくつかご紹介をさせていただきます、えーまあ、ワシントン発信で沖縄基地問題を変えるプロジェクトということなんですけれど、えー、冒頭に申し上げておくとです、ね、よくあの、まあ、何がやりたいんですか、サルタさんはというときに私、別にワシントンなんて変えられると思っているわけじゃないんですね。 ワシントンなんてそれこそ超大国の首都であんな軍事大国の首都を恐ろしくて変えられるなんてとても思わないんです。なんですけれども私が変えられるかもしれないとこの方法でというふうに思っているのはワシントンの圧力に弱い東京なんですね。ワシントン東京で五人十人が辺野古やめた方がいいよねって言っても多分変わらないと思います。 でもワシントンでそのさっきのですね5人から30人のうち10人がですね辺野古やめようよって30人中10人が言ったらひょっとしたらひょっとしますよ。っていうことでもちろんもうベースは辺野古で頑張ること沖縄で頑張ること東京に向けて頑張ること日本国内の問題だということは100も承知なんですけれども一つの方法としてその30人のうちの10人を変えましょうとあるいはその30人が変わらないならその周りに別の30人を作っちゃいましょうと。 で30人だったらなんかかでできそうなな感じじしてくるじゃないですかで実,実際あの私の経験からも話してみたらあ沖縄の基地良くないねっていう人はまあもう30人とは言わないですけど15人ぐらいいてそれが継続しないのでもっと継続してやらなきゃいけないんですけれどいるわけですよしかもその人たちは必ずしももともといる日本屋さんの30人よりも力が国内でないかって言ったら別にある方,のある方だって言ってるわけです。たただだ日本にその人たちは興味がないだけ なのでそういう意味ではいかにしてそのワシントンの雰囲気を醸成をしてえ日本に対して少しずつでもその空気がちょっと辺野古でも問題があるんじゃないのというような空気を東京に届けることで東京の方がワシントンがくしゃみをすれば繁栄になるような東京の情勢をそれで変えていけるんじゃないかということでこれを進めています例えばですねどんなことをすればそれが醸成できていくんだろうかということなんですけれども。 今回、知事ですとか、糸数議員ですとかが懸命にやっておられましたロビー活動というのは続けていかなくてはいけないというふうに思っています。しかも、このロビー活動は辺野古に基地を作ることに反対しますということだけを言っているロビー活動ではだめだと思っています。 それは必ず言わなくちゃいけない、それが今回の訪米の意義の2つのうちの1つだというのは私も分かっています。なんだけれども、今回であれば国防権限法という法律の条文を取り除かせるという具体的な理由が面談にあったんですね、だからポイントが入りやすかったという現実も私はあったというふうに思っています。そそうういう条文をを取り除くくだけでははなくて、本来はそこに辺野古以外の案を検討をすると。 いうような条文を入れさせるロビングを本当はもう県がもっと早くやってなくちゃもうそもそもそんなものが最初の総案に入った段階でもうまあ出遅れてるわけなんですけれどもそれをやらなくちゃいけない予算案を止め予算を止める法律を変えていくそういう具体的な指摘ができるロビングをしていかなくちゃいけないというふうに思っていますそれからですねこれは非常にあのセンシティブなので言い方が難しいんですけれどもイトカズ議員がおっしゃったようにアメリカにやっぱり辺野古の基地というものは 海兵隊というものはあ最終的には帰っていただかなくちゃいけないものだというふうに思いますので、えー、ではでも帰るとした場合にいまあ一つは海兵隊の規模そもそも縮小して彼らが職を失うっていうのはあるんでしょうけど直ちにそうならない場合にはどこかに戻らななきゃいけないわけけわですよねで今その具体的な代替案はないわけですからそうした場合にはあじゃあどこにその一時期でも置いておく可能性があるのかということを アメリカが放っておいたってそんな研究は当然しませんからそれは沖縄県が県を挙げて表に出さなくていいです出さなくていいけれど裏で研究プロジェクトなんかを行ってハワイの大きな基地でもいいしカリフォルニアの大きな基地でもいいしその基地の周りの住民が職がないのでなんとかここに基地を残ってほしい削減計画があって困ってるんだなんていうところがたくさんあるわけですね。そういういところに一時期だけでもも少し移ってもらえば あ可能なんじゃないかというようなこともらうことが可能なんじゃないかというような研究をおーまあ表に出す必要はないのでしっかりとやらなくてはいけないというふうに思っています、まあ、その発言をですねもう,あのうまく言わないとですねハワイやカリフォルニアから即座に ND のメーリリングリストにメールが来ましてですねハワイも来てほしくないんだカリフォルニアも来てほしくないんだというふうにまあ来てですね私ももちろんハワイの方も。 もともとは別にアメリカ合衆国じゃなかったのに占領されて本当に気の毒だなという気持ちにもなったりもするわけなんですけれどもお、まあ、もちろんそういう現状をしっかり捉えてどのぐらいが本当に望んで心から望んでいる住民ってはどのぐらいなのか反対はどのぐらいなのかそして、えー、ハワイやカリフォルニアでは日本の地位協定みたいなものはないわけですからどれだけ基地の環境というのは日本に比べて、えー、まあ、マシなのか。 ああ普天間基地に比べてどれだけマしなのかみたいな研究をしっかりして裏でですね、えーまあ、いつかはそこからもなくなるのがいいのかもしれなくても一時期移すことが可能なのかという研究をしていかなくてはいけないというふうに思っていますそれから在沖海兵隊の展開についての再検討プロジェクトという、まあ、3番ですけれども。 これは4番の大型シンポジウムの開催ということも含めてなんですが、ワシントンというのは世界中に物事を発信するアジェンダセッティング能力というものと、それから核兵器効果という2つのものを持っているんですね。アジェンダセッティング能力というのは、ワシントンで誰かがこれを問題だと、ウクライナが問題だと言えば、それは次の日にウクライナが問題になっています。次の日にシリアが問題だと、誰かがワシントンで大きく発言すれば。 日本でも次の日はシリアが問題になっています。というぐらいワシントンはそのこれが今世界の課題ですということをぶち上げるのがまあ得意でありまあ好むと好まざるとを問わずそれを常にやっている街なんですね。それをうまく利用して えー、シンクタンクだとかロビストだとか、まあ、本当に日本政府はたくさんのお金を,をつぎ込んで,です、ね、そういうことを常にやって集団的自衛権の行使安保法制というのはあ直ちに日本で、えー、立法化されなければならないみたいなことをいろんなアメリカ人にうまく言わせているわけなんですけれども、まあ、それは外交の手法として,、まあ、成り立って残念ながら成り立っているものではあるわけでしかしその核兵器効果そのアジェンダセッティングをした上で核兵器として、まあ、世界中にばらまくのがワシントンの機能ですからそれを沖縄側が利用しない手はない。 まあ今回の訪米だってですね、訪米しなかったら、こんなに日本の新聞書かないですよ、訪米したからこれだけ書くわけで、訪米したからワシントン・ポストに載るわけで、それが最大限、もっと生かしきれたと私は思ってますけれども、それでも、すでに核兵器効果っていうのはあったわけなんですね。いうようなアジェンダセッティングをさせ、核兵器効果を使うために、プロジェクトをどんどんワシントンで打っていく、大型シンポジウムをやっていくということが重要なのではないかというふうに思っています。 それからですね最後なんですけれども米議員研究者は大きな承知して有力の議員にこれは問題だというふうに言ってもらうことは非常に大きな効果があるだろうというふうに思っています最後のスライドお願いしますま以上がですねあの私の方からのご説明になるわけなんですけれどもまこういったことを少しずつ N.D. の方でもやれたらというふうに思っていますし、県の方には直接だったりあるいは琉球新報さん、タイムスさんに掲載をさせていただいて、間接だったりという形でこういうことでやってみてはどうですかというま常に発信をしています。で、N.D. はではですね、その国防権限法というのがまあ短期的な課題で辺野古が唯一の選択肢ということを取り除かなくちゃいけないというのはまあ、もうここ2週間で勝負がつくぐらいの課題なんですね。 それをこう県にお願いしますとか言っていいですね、この案とか言ってる場合じゃないので、えー、まあすぐですね、その要請書というのを作って先ほど糸数議員にも署名をいただきましたし名護市長等々からですね、えー、これは自分の名前で出していいからということをいただきましてもうロビングに入っておりますワシントンのスタッフがロビングに入っております。 んですそれでですねあの質疑応答でもう少しいろいろあの楽しかったこと悲しかったこといろいろあ,のあるのでそれはあの回したいと思いますがあ、まあ、残念ながらもう一つだけ申し上げなくてはいけないのは。 今回、本当にたくさんの方に物心ともにそして本当に物資金の面でもご支援をたくさんの方にいただきましたそれで私の2週間の訪米というのも無事終わらせることができたんですけれどなんといってもですねこの外交を取り扱うと1回向こうに行くだけでホテルも泊まって帰ってくるとうん十万かかってしまうということがありましてじゃあシンポジウムをやりましょうそれだけでもまたお金がかかってしまうんですね。何度ももお願いいすするのは本当に心苦しいんですけれども沖縄 もまた8月の上旬の小長さんの決断でも大きな山場を迎えるこの非常に重要な時期ですので、えー、もしまたご協力をいただけるのであればあ会場で最後、カンパを集めさせていただくのかなあと思いますので、えー、少しだけでもまたご援助いただくかあるいはまだ会員になっておられない方会員登録をしていただいてあの青いチラシの裏に会員のご紹介がありますので青いリーフレットの裏を見ていただいて会員登録をしていただければと思いますでは少し長くなりましたけれども以上で私の話を終わりたいと思います。 どうもありがとうございましたそれではこれより質疑応答の時間といたしますコーディネートをサルタ事務局長に変わりますどうぞよろしくお願いいたします皆さんそうしたら質問用紙を持ってきていただいていいですかね 会場からたくさんの質問用紙をいただいておりますので、えー、その中で、えー、今回の講演の内容等に絡むものからお話をいいいたただきたいと思います、えー、とじゃあ糸数先生に質問なんですけれどもおー、まあ、普天間基地の危険数の除去ということなんですけれども代替基地の問題というのは全くこう、まあ、別の話だったのではないのかと。 いうまあ、先ほどそういうお話もあったと思うんですがあこれはまあ最初から代替、ね、基地という,こうアメリカからの要求がまあったんですかそれともその日本側が代替基地を沖縄にという話があったんでしょうかそれはどちらなんでしょうかというご質問ですあの先ほども冒頭に申し上げましたけど普天間の基地を閉鎖返還するというのは95年の少女の暴行事件がきっかけであったと。 ということがあの日米で話し合われたんです。でそこで止まらなかったんですね。結果的にはあのよくよくこう話を突き詰めていくと県内移設だということを、まあ、私たちはえ95年のまあ12月に話を聞いて喜んだのに次の年の96年の4月忘れもしません国際通りをこのデモコーションをしているときに入ってきたニュースが県内移設に落ち着くっていう話になったんですね。でこれは あのかなり日本政府の動きがあのおそらく大きな動きになってそこへ決着したというふうにあの聞いておりますアメリカではあの民主党政権になった時にもあのかなりこの政策は動くのではないかという動きがあったということもあの聞いておりまして、えー、結果的には日本政府のいわゆるまあ沖縄に米軍の基地を置いておくというその姿勢の表れだと思っています。 もう1つあの糸数議員の方にご質問なんですけれども、まあ、今、私、サルダの方からも少しいろいろなご提案をさせていただいたところではあるんですが、今回のこの訪米を踏まえまして、今後、糸数議員ご自身としてはどのような働きかけを行っていくべきだというふうにお考えでしょうか、またあの誰に働きかけるのがいいというふうにお考えでしょうかというご質問をいただいています。 結果的にはあの方向がまあ変わってしまったんですけど、えー、ジム・ウェーブさんにも私たちはあの一昨年お会いして、えー、今現役の議員ではありませんけどただあの軍事委員会に、まあ、ご自身の一緒に活動してきた方がいて、えー、そういうところへの影響力をあの常に持ってる方だから現役ではないけれどもそういう人たちがあの日本とそれから えー、沖縄も含めてそれからあのハワイあたりも含めて一つのテーブルにつけるようなその橋渡しをしたいっていうそんなことをあのおっしゃった元議員の方もいらっしゃるんですねですからサルトさんの話にもありましたがあの一人でも多く理解をしてだく方を増やしていくあの現職の議員ももちろんそうなんですけど、えー、シンクタンクを含めた いわゆるかつて沖縄に来たことがある沖縄の状況もよく分かるような人たちに改めて改めて今の現実のこの沖縄の動きをやっぱり根気強く伝えていくということでもう一つはやはりあの今世界のこの大きな動きの中でえま辺野古基金にもあのきちんと応援してくださるえ外国の方もあのいらっしゃいますけどそういう影響力のある方に あの改めてその沖縄に来ていただいて例えば映画監督であればその映画などで沖縄の実態をきちんとこう紹介していただくという活動もあるいはあの今沖縄の地元でもあの多分皆さんご覧になってると思うんですけどあのいくつもの逃走現場の状態が映像になってえ紹介されています。今回のロビー活動でも15分の短縮したあの CD にまとめてそれもあの持ってきましたけれども。 やっぱりそういう目で訴えるあるいは影響力のある方の、まあ、音楽であれば音楽であるいはそのライターであれば書いていただいてそれから映画監督であれば映画で扱っていただくという,もうそういう方々にもしっかり訴えていくということを繰り返しやっていくことだと思います。 ありがとうございました。えー、その次はです、ね、私、サルタへの質問をいただいております、えー、日本政府、財界、各国経団連、企業等が辺野古新基地、集団的自衛権、えー、戦争法を推進するために行っているアメリカへの働きかけの具体的な内容、金額も含めて教えていただきたいと、あるいはどうすれば調べることができるか、例えばどこのシンクタンク、ロビストとどのような契約を交わしているのか。 え質問の趣旨としては基地とアメリカの押し付けという主張もあるがむしろ日本政府があいや財界が主体的に推進するための一つの手段としてアメリカの陳地派に働きかけて語らせているのではないかその手法を知りたいというだいぶ侵害行為イニシアチブフリークになっている方の質問なんじゃないかなと思うんですけど <laughs> あのまず1つ目の答えはぜひ日本の安全保障岩波書店から出ておりますのでそこで購入をしていただけますと大変ありがたく思います。 でいくつかです、ね、ご紹介をさせていただきますと、えーまあ、具体的な内容はです、ね、そのシンクタンクがたくさん向こうありますけれども、まあ、日本の日本部というのがあるのはあまり多くなくてです、ね、部まであるのは多分3つとか4つとかしかないんですが、まあ、そういうところにその企業がお金を出していますで額がどのぐらい出しているのかというのは全部まあホームページ、まあ、アメリカのすごくいいところだなと思うのはあ情報公開が進んでいますのでホームページに大体出ています。 で例えば CSIS というまあ一番今、日本に対して影響力があるというふうに言われているようなところではです、ね、えーまあ、ちょっと今、日本円が弱いんであれですけれども、まあ、ざっくりと5000万円以上を日本政府がまあ年間出していると、5000万円以上で、それは一番上で,です、ね、日本政府は一番あのいろんな国がこう書いてあってです、ね、日本政府一番上にあって、5000万円以上の楽なんですね。なので千万円以上が 5億円なのか50億円なのかわからないんですけれど一応5000万円以上というのはホームページの記載になっていますで。あと例えばロビーストの情報を知るためにはですね、えー、向こうはですねアメリカのロビースト、えー、と外国の政府だとか外国の企業とかのために働くロビーストというのは自分がいくらお金をもらって何という国の誰 誰ののたために働いたのか、まあ、具体的に日本政府の代理人としてどんなロビングをやったのかみたいなことってのは全部登録をしなくちゃいけないんですね司法省というところに。なのでその司法省のホームページを見ていくとです、ね、全部それが公開情報で出ています。 で、あの6ヶ月にいっぺん。そのロビーストたちは自分がいくらお金をもらって、えー、どのぐらいあの電話を誰にかけて、えー、その e メールを誰に出しても全部書かなきゃいけない。すごく面白いです。あの是非おすすめなんですけれども、ホームページ見ていただけると。 例えばマイケル・グリーンさんに何月何日電話しましたとかマケンさんのところに行ってマケンさんの秘書と打ち合わせをしましたというようなことを、まあ、その日本政府から頼まれているロビストのオフィスがまあ登録をしているというようなこと、まあ、それが全部なのか一部なのかというのはあもちろんその多少、さっぴいて報告もできるでしょうから分かりませんけれども、まあ、そういう情報というのはアメリカ司法省のホームページで全部見ることができますいいいいそのぐらいでお答えににななっているかなという,ふうに思います。 糸数先生、糸数議員への、えーまあ、ご意見も兼ねてなんですけれどもえ2日前まで沖縄にいました何より感動したのは東村高江の抗議行動8周年の集会の正解というか怒りよりも仲良く暮らしていこうという住民の意思。 えー、若い夫婦赤ん坊連れが多く本土はこれほど若い人が明るい表情をしているのかどうだろうかというふうに、まあ、沖縄は非常に誇りある豊かさという雰囲気を持っているのではないかというふうなことを考えさせられましたと、まあ、その中で辺野古の工事があ思ったよりだいぶ進んでいたことにも大変驚かされたということで、まあ、しかしそのことを全然本土の人間は知らないんですよと、まあ、いうことなんですけれどもそのまあ 今回訪米報告も伊藤和議員が東京にいつもおいでになっているからごち、まあ、うしてきていただけているわけなんですけどやっぱりその違いというものがかなりあると思うんですけれど一番その感じられる違いみたいなものというのは本土と沖縄でどんなところですか、まあ、あの違いというのはつまり温度差のことでしょうかこのお気になっていらっしゃる方に。 って言いますから、まあ、基地問題に特化して言えばやはり過重負負担をこう負わされてていいるののはなぜなぜって私たたちは聞きたいんですね戦争の時にあれだけ県民の4人に1人が亡くなったという苦難を乗り越えてやっと戦争終わったかと思ったらバンと押し付けられたのが米軍の基地で,で基地だけただ置くかというと女性や子供に対する大変な暴力が。 あの性暴力も含めてですね、えー、収奪から何から含めてこうあるということを考えていくと、日本の国って一体何ですかと逆にあのおなが言いますけど、日本が沖縄に甘えてるんですかってあの言葉をね、知事の言葉を借りると、そんなふうに言ってますけど、安保条約とか地位協定は、まあ、県民の中には必要だと思ってる人もいるし、もういらないっていう人もいますけれども、それでも百歩譲っても、 あのそれが必要だと思う人はこの基地はもう本当に大分の負担をしてくださいよと沖縄の基地の面積だけで言えば沖縄は読み炭素のトリンステーションのあの部分だけが沖縄の面積日本全体の面積から言えば負担をするべきところであるっていうふうなことをよくあの山内先生もおっしゃってましたけどそういうことを考えたらあの本当に大変な温度差を感じるのは事実です。ででもそれとはまたあの違う意味で これはまあ一般的な言葉で言えばそうですねですけど先ほども申し上げましたように辺野古基金一つ取り上げても分かりますように今あの辺野古基金の中の8割が本土からの方々の,その支援があるとですからあのこれがいいとは決して思ってないという方があのたくさん本土の仲間たちが増えたということも事実ですね。行行きたいいいいけけれどももなかかららをするるととう方っっしゃるしゃにかく現場まで行って 一緒になって1時間でも2時間でもいいから一緒に座り込みたいっていう方もいらっしゃいますしそのえ気持ちの表し方行動のこう示し方いろいろあっていいと思うんですでもあのこれは鳩山さんが選挙の時にこの普天間の話を持ち出して叶えられませんでしたけれどもあの本当に全国レベルで普天間っていうのに辺野古っていうのにあの国民が 注目をしたとということはありますね失敗に終わりましたけれどもお辞めになるんだったらあのしっかりと撤回をして <laughs> やめていただきたかったんですけどあの考えれば考えるほど難しいと言って終わっちゃってしまいましたので、えー、でも今あの一生懸命沖縄に来て一緒に頑張っていくっていう意思表示をしていらっしゃいますから、まあ、その関係もあってあのだいぶ広く知られたことはあの大変いいなと思います。でもでもすね えー、私あの最近もう月に本当に4回ぐらいもう毎週のようにです、ね、本土のどこかで講演をさせていただいていますついこの間も愛知県あの豊田市に行きましたそして帰ってきたらこの間武蔵野市でしたまあ私の,あのいろいろ、えー、情報を発信しておりますから見ていただければわかると思いますがやっぱりある程度表面は知ってますけれども地域予定の具体的ななぜ私たちが改定したいと。 あるいは本当はなくなってほしいと思うんですけど改定してほしいのかって具体例を出していって事件や事故ですねつい最近こんなことがあってこうでしたって言ったらやっぱり知らないですねですから沖縄の新聞をぜひ取って読んでいただきたいっていうことをまあいろんなところで申し上げてるんですけどそれに対する挑戦だったんでしょうかね潰したいっていう人もあの出てきておりますがやっぱり情報を共有するということはあの大事で,で冒頭にも申し上げましたけど 国の発信することを聞かない沖縄の県民に対するこう威圧の方法というのはあの一つだけじゃないんですよで沖縄でもちょっと話がそれますけどあんまり細かくは言いませんが県選出の,あの国会議員の中にやっぱり沖縄のメディアの変更してるのを取り調べてあのちゃんとやってくれっていう議員も言いまして東京新聞にも今日あの載ってましたよね。まあ もうあまり言いたくもないですね名前もあの <laughs> まあ差別とか区別とかではないんですけどどんなに公平に見てもいろんな考えがあっていいんですよ彼女自身は沖縄のメディアである放送局 FM 放送で1時間番組を持ってて大変なことをおっしゃってますけどそれを棚に上げて沖縄の地元の新聞をああいうふうにあの変更しているっていうふうに言っているのもおかしな話で。 まあこの温度差をどう埋めていくかというのはやっぱりご自身の耳でご自身の目で確かめていくということがとっても大事だと思います。方法は今申し上げましたように現場にいらっしゃることもとっても大事ですしまた、えー、情報を地元から聞くことも大事ですし地元のメディアを通して、えー、知ることも大事かと思いますいろいろあると思いますけど。 ありがとうございました、えー、とそろそろ残念ながらもう時間が迫ってきておりますので、えー、最後に一言ずつ話をさせていただいて、えー、今日のシンポジウムを終わりにしたいという,ふうに思います、えー、と私からはですね、えー、Facebook にも書いたんですけれどオール沖縄がどれだけすごいかということだけ話して終わりにしたいと思いますオール沖縄オール沖縄って言うんですけど分かんないですよね、普段まあですね、こう4日間ですかねずっともう朝から晩までですね自民党の人から共産党の人までみんな一緒にいるんですよ。 そして私がいたチームはですね本当に文字通り那覇市議の方でしたけど元自民党まあ辺野古が反対って言ったのでクビになっちゃった人なんですけど元自民党から共産党までいてですねで最後の飲み会の時にその元自民党の議員さんアイデンティティとしてはもちろん自民党ですよねがいやオール沖縄のおかげで共産党の議員さんとホテルで一緒に3泊も寝ることができたってもう大笑いですよ、東京でそんなことって絶対起きないですよね。 もうどこでもそういう話が出て本当に驚きなってのは素晴らしいと。なんで東京ではできないのかこれから私たちも少しずつでもやっていきたいなというふうに思いました。ありがとうございました。えー、あの出かけていくことの大事さというのを常にあの感じます。えー、第一回目にアメリカに行ったのはあの県会議になった直後でした。二十二年前の話です。であの時の状況からあの今日の この報告まであの振り返っていくとやはりあの積み重ねていくっていうのは継続は力なりっていうんですけどあの振り向かなかったえ市民グループ振り向かせられなかった私たちの力というのが今少しずつ力がついてきてやはり自己決定権という言葉までえ出てくるのは何なのかっていうことなんですよね。これれだけ抑圧さてている現状にあっても140万県民が あの素晴らしい意識で長を誕生さもともと保守にいた立場ですけど保守革新なんて争っている場合ではないと子や孫のために今生きている私たちが何ができるかということを考えていくそれが今回の訪米で、えー、まさに元自民党から、えー、共産党私は社大党ですのでもともとその真ん中にいて、えー、どちらとも一緒にやっていこうよともともと言った えー、沖縄のローカル政党ですけれどもやっぱりそれが沖縄ではできるでもここ本土でできないことはないと思います来年の7月は参議院選挙がありますのでやっぱり大きくまとまるどれだけ日本の憲法が素晴らしいかということで、えー、考えていけばまとまって戦えると思いますオール沖縄からオールジャパンにしていきたいなというふうに思っておりますのでよろしくお願いしたいと思いますありがとうございました 改めまして、皆様本日はお越しいただきありがとうございました。nd では、次回エネルギー問題について訪米報告会を予定しております。あの、7月31日にあの衆議院の第一第1議員会館で開催いたしますので、あの白色の封筒に同封してございますが、ぜひご覧いただき、あのお時間ありましたらぜひ足をお運びください。 あと後ろの受付の方で、あの ND の関連している書籍の方を販売しておりまして、あと先ほどサルタ事務局長があの申し上げたように、あの寄付や入会などもあの受付ておりますので、もしあの時間あればよろしくお願いいたします。これにて ND 報告会をあの防衛報告会を閉会とさせていただきます。皆様本日は長い時間ご清聴いただき誠にありがとうございました。<laughs>